楽天野球団は安樂智弘投手による後輩選手へのパワハラを認めました。今日 NPB に提出期限の保留者名簿から安樂投手を外し自由契約とすることを決めました。これまで報道がなされていた事象について安樂選手に関してほぼ事実ということが判明いたしました。球団としては見過ごすことのできない重大な事象と捉え、本日提出期限であります保留選手名簿への記載をしないという結論に至りました。球団は問題発覚後、選手スタッフなど137人を対象にアンケートやヒアリングを行い、その結果パワハラ行為が認められたということです。直接被害を受けた選手はおよそ10人、パワハラ行為を見た聞いたという選手はおよそ40人いたということです。複数名にヒアリングをしてますけれども、ロッカールームの件以外も含めてですね、安樂選手と一緒に何かをしたりとか、それを林立てたりとかっていうふうな実は確認はできていません。保留者名簿は支配下選手のうち来シーズンも引き続き契約する予定の選手の一覧です。球団は安樂投手に保留者名簿に乗らず自由契約となることは昨日すでに伝えていて、本人は被害を与えた選手に謝罪したいと何度も話していたということです。球団は現時点では再契約しない方針です。